はい、ネットスクリニック鈴です。今日はこのヒアルロン酸の症例の解説をします。まず実前の評価です。まず不足している場所を見つけます。この方の場合は E ラインっていう線を引いて、その線の不足分が顎を前を出すことで補えることが分かります。この不足分を補うようにヒアルロン酸を入れていけばいいということが分かります。前に出す力のあるヒアルロン酸でおすすめなのはアラガン社から出ているボラックスという製剤です。でここからは実際に、注入している動画を2倍速でご覧ください。まず注入場所を冷やしています。これで痛みがだいぶ楽になります。で続いて消毒をして注入スタートです。注入はまず骨の上からスタートし、徐々に皮下まで注入していきます。しっかりと前に出るようにデザインをして注入をしていきます。見て分かる通り痛みはそこまでありません。ヒアルロン酸の中に、麻酔が入っているので、このようにだいぶ痛みを少なく、施術することができます。1cc すべて、注入しました。あとは形を整えて施術終了です。Eラインが出たことが、しっかりと確認できます。で、術後の評価をしています。で写真で見てもしっかりとこう顎が前に出ていることがわかります。この症例の、ビフォアに自分が似ているかなと思った場合は、同じ施術でフェイスラインの改善がこのアフターのように可能になります。モニター募集中なのでぜひ、予約してみてください。